はい、ということでね、今回は広島県福山市にあります、吉備津神社の、拙者でありますね、大名持神社、正確には今十二神社と言ってますが、先ほど鳥居に書いてあったようにね、大名持神社と書いてあります。はい、今ね写しているのが蛇さんですね、ここにはね十二支、ね、ウシトラウという形で並んでおりますが、どうしてもね蛇さんと龍神様、こちらの方がね気になるので最初に撮影いたしました。こちらのね、蛇さんと龍さん、こちらに関してはまた後でね少し、また話をしております。はい、ということで今年の干支の虎の前を通って一番最後にあるのが、ネズミでございます。とは言ってもね、ねえ、牛とらうですからネズミって一番最初にあるんですけどね、本来はね。ということで、このネズミがね一番最初にある、こちらにね写っているのはな、置かれているのはなぜかというと、先ほど大名持神社とも書いてあったように、こちら正式には今十二神社と言いますが、同じように、こちらね、吉備津彦の御事の、ご親族が祀られているというんですが、それと一緒に、大名持、すなわち大国主の御事も祀られております。なので、大名持神社、そして一番近いところに今虎さんが写ってますけど、一番近いところに、ネズミがいるんじゃないかなというふうに思います。で、今ウサギをね一瞬写したのは、これも大国主の御事と、関係がある神様、ウサギの神様がねいらっしゃるんで写しました。で、もう一回ね龍さんに戻ってきたのはなぜかというと、以前のね動画、鹿海神社の動画でも話してますけれども、綿摘の神ですね、綿摘の神の綿というのが海という意味で、綿の宝、辰巳ということで、ね、牛虎辰巳、綿摘、海の神様の名前には、辰龍に蛇さんということで、龍蛇神ね、名前が、綿摘の神の中には龍さんと蛇さんの、名前がね込められているんだということで、以前説明しました。はい、ということで、ちょっとね口がうまく回ってないので申し訳ないですが、はい、こちら馬ですね、親子2頭がおります。はい、ということで、こちらねまっすぐ上がったところが十二神社、非常にねあのパワーのある神社だと思います。こちらがね、桃太郎です。ご存知の方のが多いと思いますけどね、吉備津彦命というのはこの桃太郎のモデルになった方でございます。まあ、そう言われているということですけどね、多分間違いないと思います。で、上に行く、神社に行く前にまずねこの言われが書いてある看板がありました。ここはねすっごくいい神社です。十二神社さん、真ん中のあたりに書いてありますけどね、21日間、まあこれ21日間というよりかですね、3日間、7日間、21日間の願掛けをすると、あらゆるね願いが叶う体感成就の神社でございます。非常にねだから参拝者も多いんですね。はい、で、横にね上りがあります。ここに厄除けと書いてありますよね。ということでね、まあ体感成就するためにはまずね厄を払うということで、この厄除け祈願のね横にね開運と書いてあるんですよね。まあ運を開くためにはまずね厄除けしないといけないということですね。ということで、ここはあくまでも吉備津神社の、拙者なんですが、本当にねこの吉備津神社さんって、天満宮さんもそうだったんですけど、もう一つある泊まり二柱神社さんもそうなんですけど、むちゃくちゃね絵馬が多いです。はい、ということで、その前に鵜飼御霊の神を祀る、お稲荷さんにも参拝して、十二神社さんに、行くんですが、その前にね、こちら、稲荷神社さん正面もねしっかりと、まっすぐ正面から、参拝できるように参道ができております。そしてねここをねまっすぐ、行くとね左側にねちょっとね太陽が見えてます。これは朝日ですね。あの今で7時半ぐらいにまだなってなかった時間だと思いますけどね、地元の方がね、ここに座ってね、瞑想してました。はい、ということで、私実は一回ね、十二神社に参拝をして、もう一回こう下に降りてね改めて、再度取り直しております。で、私今回ここね初めて来たんですけど、2回実は参拝しております。で、参拝時間ねずっと後半に設けてますけど、その時はね2回目に撮影したものになります。はい、ということで、なんといってもね大願成就、ありとあらゆる願いが叶えられるという十二神社に来ております。はい、でこれはね、前編でも言ってるんですけど、吉備津彦の命を祀る、神社よりも高い位置にあります。なぜかこの神社は高い位置にあります。はい、
ということで、何かねそこに隠された秘密があるんじゃなかろうかと個人的には思ってます。都市伝説のような話ではないんですが、何かここには隠された意味があって、非常に大きな意味を持っていると思ってます。干支がね12、そして12の神様を祀っている、そこにもね何かあるんだろうというふうに思ってます。はい、要するにね、一回転するということで、人生再生、やり直し、そういった意味があるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、で、十二神社さん来ました。見ての通り、先ほど言いましたがすごいんです、絵馬がね。御本殿の神社ならともかく、見ての通り、これ見て分かる通りね、新しいものばっかりなんです。もう何年も前のものというんじゃなくてね、これ全部ね今年の寅年のものです。撮影に行ったのがね11月の18日の金曜日でございます。前編でも言っていますけど、朝日が昇るのがこの時ね、日の出が6時43分でした。撮影開始が6時半過ぎだったんですけど、はい、今この時間が7時半ぐらいになったかなという感じですね。はい、ということで、一度参拝に来た時に、私参拝した後、こちら、神社をねぐるりと回りました。なんとなく なんかそういう気になってね、ぐるりと回ってみたんですが、私がね来た直後に来た地元の方、さっき言ったね瞑想してた方、その方もね参拝した後ぐるりと回っておりましたので、参拝の仕方としてね、多分その方毎日来られてるんだと思います。お年寄りじゃなくてね、まあ40歳前後の方だったと思います。個人的には多分何かビジネスされてる方かなと思いましたけどね。はい、そういう方が、毎日来られてる、そんな神社でございます。で、一旦ね、ここから、もう一度下の方に降りてみたいと思います。先ほど言いましたけど、もう一回ね後で、参拝の時間設けておりますので、何かね本当に今一生懸命やってる、もしくはね人生やり直したいんだっていう方はね、ぜひとも、100秒ぐらいかな、参拝時間ありますんで、ご祈願されたらどうでしょうかということですね。で、もう一度、先ほど言いましたけども、ここねネズミがあります。ネズミはねここの、祀られている大国主の御子と、集合している大黒天様と非常に両方ともね、言われは全然違うんですけど関係が深い、動物でございます。干支で言うとこのネズミさんは北を意味するので、大黒天はね北の守り神とも言われています。そして、大国主の御事で言いますと、すせり姫ですね、スタノオの御事の姫神であるすせり姫を、メトロードしているときに、すせり姫が、ネズミを使って、まあ、すせり姫がネズミを使ってというか、ネズミさんにね、大国主の御事は命を助けられているということなので、紳士、眷属はネズミでございます。あとね、ウサギさんもそうですけどね。はい、ということで、一旦、こちらの絵馬を通って、一旦ね、この鳥居をくぐって出たいと思います。でね、横の竹林がね、なかなか良くて、いい感じでね、光っててね、私ね、ここがね、本当、やっぱね、神社は朝行くのが一番だなって、本当に思いました。まあ、なかなかね、朝行けない人もいるとは思いますけど、行けるんだったら朝が一番だなと思いましたね。はい、ということで、ここね、十二神社さんから少し下ったところ、こちらにもね変わった神様がいらっしゃるので、こちらをねまず回って、先ほど言いました、最後じゃないんだけど、少し手前でね、参拝時間を設けたいと思います。ということで、こちらの神社さんが、もう少し出てます、山イカズチ神社と言います。山イカズチ神社ですね。祭神が雷神と書かれてますが、雷の神様はね、私龍神様とイコールなんじゃないかなというふうに思っているところもありましてね。というのが、丹生川上神社さん、下社さんと上社さん、こちらはね、お上の神ですけども、お上の神のね、難しいお上ですね、雨と書いて口が3つあって龍という字、あれはね、雷の音っていう意味があるんですね。なので、雷神様とね、龍神様はイコールなんじゃないかなというふうにも思ってます。はい、丹生川上神社のね、下社さんの動画、もうすでにアップしてるんで見てください。で、真内神社ね、祭神見ると、これ、三の神って書いてあるんですね。三の神、真内神社さんはね、結構ありますけど、三の神、あまり聞き慣れないなって方もいらっしゃると思います。この股の神とかね、木股の神といって、これもやっぱり大国主の御事と、八神姫との間に生まれた神様でございます。はい、ということで、こちらね、鬼滅神社さん、拙者末社さん、
結構ありまして、この下の方にね、降りていきます。降りていくとね、最初の前編で言ってるんですけど、大山積みの神ね、山の神様がいらっしゃいます。とは言っても大山積みの神っていうのは、それこそ山梨県とか静岡県ではね、いっぱい神社で祀られている、木の花咲夜姫のね、親神でございます。ちなみに木の花咲夜姫の妹だと私が思っている木の花散る姫ってね、いう、姫神もいらっしゃいます、はい、咲かないと散れないんで散る姫が妹かなと勝手に思ってるんですけどね、はい、ということで、今回ね、吉備津神社さんの御本殿映ってなかったので、そちらの方にね一旦行ってから、大山積みの神様の方にもね行きたいと思います。その前にねちょっとね、桃太郎の方のね、ちょっと映したいと思います。ここがね神楽殿でございます。確かねこれが作られたのが西暦で1673年ぐらいだったでしょうかね。なので350年ぐらい前のものです。で、私が行った11月の18日あの日の前からか後からわからないですかね、お祭り神事がありましてね、ここでね可愛らしい小学生ぐらいの女の子4人ぐらいのね巫女さんが、あそこでね、巫女舞をしたと思います。はい、ということでこれがね、吉備津神社さん、実はさっきの神楽殿より古くて370年を超えてます、はい、でもむちゃくちゃ綺麗ですよね。これ実は令和元年からね、この令和4年の3月末かなまでね大改修工事をねしてたみたいです。はい、私それ知らなかったんですけど、こんな綺麗な姿でもうびっくりしたんですけどね、実はそういうことでございました。ということで、新たに、綺麗にねお色直しをした吉備津神社さん、はい、前にはね焼き物猫の狛犬さんがいらっしゃいます。はい、これ向かって右側ですね。で、今このね向かって、神社さんのね吉備津神社さんの手前の方のね屋根にある瓦、これね私知らなかったんですけどね、龍さんなんですよ。すっごいかっこいい龍さんの瓦でした。また次回行った時はねそこの、アップの写真もね撮りたいと思います。はい、ということで朝日がねすごく輝いて綺麗ですね。はい、このねこれ今私の後ろにね、随神門があります。吉備津神社さんはね下の随神門と上の随神門という2つの随神門があるっていうね、そういう、特徴のある神社さんです。で、ここの階段途中に、見てもうさっき映りましたけど秋葉神社さんがねいらっしゃいます。秋葉神社さんといえばね火伏せの神様で、有名ですね。愛宕神社さんと並ぶ本当に有名な神社さんですが、火伏せの神様っていうのはね実は一旦火で燃えてしまった後当然生まれ変わるということで、人生再生やり直しの神様でもあるというふうにね、これは秋葉神社の、お勤めの方からね実際に聞いた話です。それを聞いてあそれは素晴らしい話ですねっていうふうにね話したことを覚えてます。ということで、秋葉神社さんのね奥に行くと桃太郎さんがいらっしゃいます。はい、先ほど言いましたように、桃太郎吉備津彦命のモデルとがモデルだと言われています。ただね、ちょっとね、ちょっと一瞬僕びっくりしたのね、このお猿さんがね、結構ね、割とね、背中がピーンと伸びて立ってるんですよ。これ見たらね、ちょっとね、なんかね、ちょっとね、ちょっと怖いって感じました。はい。大変申し訳ないけど、ちょっと怖いと感じてしまいましたね、お猿さんに。はい。ということで、大変長らくお待たせいたしました。ここね、秋葉神社さんの横を通ってね、帰っていって、それから、一度ね、大山積神社さんの方に向かいます。これね猿滑りかなと思ってちょっと触ってるんですね。まあ思ったほどはツルツルはしなかったんですけど、はい、この階段を降りて、正面にね見えてる奥の建物ですね、正面奥の建物が大山積神社さんでありますが、私決してね横着したいわけじゃないのでまた降りてきました。あおばあちゃんかなが階段降りてますね。はい、とにかくね自分が楽したらね皆様見ていただいた方の願いが叶わないんじゃないかというふうな思いもしているので、自分はね結構苦労しようと、とことん歩くぞというつもりでおります。はい、ということで目の前にね、立っている石、これね力石と言います。お祭りなんかではねこここの石を持ち上げるということでね神事の一つみたいなものでもあり、場合によってはですね、これね大道芸人みたいな方がいらっしゃったみたいです。昔はねこういう大きな石を持ち上げるっていうね大道芸人がいたみたいですよ。でちなみに今の石はね少なくとも130キロぐらいはあると思います。私力石は今までね
40個か50個ぐらい見てきてますんでね、大体大きさ見てわかります。少なくとも130、まあ、150キロぐらいあると思いますけどね、はい、あれをね昔の人持ち上げたんです。本当に一番重いのはね、岐阜の方で300何十キロかな、見たことあります。これは無理だろうと思ったんですけど、本当に持ち上げたと言われています。はい、ということで大山住神社さん、参りました。ここではね、長い参拝時間はちょっと用意しておりませんが、大山住神社さんも、非常に御神意の高い神社でございます。総本宮がね、愛媛県の大山住神社さんですね、大三島の。あと三島大社さんね、あちらの方と2つ総本宮があるというふうに、言われていると思います。ということで神明を移してですね、この後、ちょっとね、また階段を降りて龍神様、の方にね行きます。天水社なんですけど、ここにね非常に立派な、龍さんがいらっしゃいます。そしてね、前編でもね、この龍さん映してるんですけど、前編では映してなかった部分、動画じゃなくても写真にしたんですけどね、写真もねちょっと一瞬映ってますんでね、見ていただければと思います。はい、でこの後参拝時間があって、参拝した後ね、もう一回三池っていう池の方に戻ります。はい、ということでこのね龍さん、この首の曲がったところからでも40センチぐらいねあるんですよ、お顔の方で。でこの立派な胴体があって、上の方にね龍さんの胴体があります。つながっているかどうかは分かりません。はい、ということでここでね、この時もまだ知らなくて、動画はね終わってるんですけど、この後にねなんとなく右側から気配を感じて、私ふっと右側を振り返った時、ちょっと写真なんですけどね、あるものに気がつきました。はい、で写真です。これ左の角の上ですね。はい、龍さんのね尾があるんですね。はい、ということで参拝時間です。ぜひ参拝してください、ね。はい、ということでね、参拝されましたでしょうか。こちらのね十二神社さん、非常に御神が高いと思いますので、ぜひね参拝していただければと思います。でね、もう一度三池の方に帰ってきました。あと残り時間ね、どうだろう、あと2分はないのか、1分30秒ぐらいかなと思います。こちら三池ね、今では小さくなって3分の1になったそうですが、日本でもね有数の大きい、お池だそうです。で今ね、行っているのが厳島神社の方に行っています。はい、厳島神社ね、まあ、広島県のこれ東部にある福山市なんですけど、こちらにも厳島神社がいらっしゃいました。ということでね、最後に厳島神社を参拝して終わりにしたいと思います。これってね喋り続けてるんですけど、言いたいと思ったことがねなかなかねこれでも言えておりません。はい、言いたかったことね、実はね先ほどすせりびめの話一瞬出しましたけど、すせりびめ、これをね、試練を与えられている時に、ネズミさんに救われたと言いましたけど、その時にね、スサノオノミコトから、行く太刀、行く弓、そして雨の乗りごとっていうね、刀と弓と琴をね、持って、大国主のみことは、まあ、逃げました。これはね、刀と弓、これはね政治、武力を
象徴すると言われておりますし、琴というのはね、神事、神様に、ね、通じるものを、引き継いだというふうに言われています。ということで、その琴がね、収められているというところが琴引山神社です。この動画もね、アップしてます。私以外の動画はね、あの某新聞社しかないんで、ぜひね、琴引山神社、こちらもね、見ていただければと思います。そして最後ね、厳島神社、かっこいい龍神龍さんがいらっしゃったんでね、こちらも撮りました。ということで、残りがね、もうわずかになりました。厳島神社さんもね、十二神社さんも、そしてこの厳島神社も素晴らしいところなんでね、ぜひ参拝していただければと思います。はい、ということでね、この次回、龍さんつながりではないですが、九州のあるすごい神社です。本当にすごい神社です。お名前に龍はついてるんですけど、今ここでは明かさないでおきましょう。はい、ということでね、本当にびっくりすると思います。私がね、動画アップしたら、まあ、頑丈にもないと思いますが、有名な方がもし目にしたら撮影に行っちゃうと思いますね。はい、ということで、本当にすごいね、金ピカの凄まじい龍さんが出てくる次回の、動画もぜひ楽しみにしておいてください。ということで、ここ厳島神社でした。ありがとうございました。さようなら。